プロジェクト名に関しても含め、一度ちょっとなぜプロジェクトを始めるか立ち上げるかってことも含め、一応おさらいも含めちょっとやっていきたいなと思ってまして、まあ、UMA、宇野美里アプリシエイト、ザ・ニューワールドプロジェクトでもいいし、まあ、オールウェイズ・オールアプリシエイト、その、トリ AAA だから特にね、だよね、宇野美里アプリシエイト、いろんなとこに感謝ですよっていう内容ではあるけど、それが伝わるかっていうことだよね。オールウェイズ・アプリシエイト、うん、そう、まあここまで来れたのってトリプレーだ、うんうんうん、があったからだし、うん、それでしかないよねっていうこと、うん、オールアプリシエイトツアーとか、うんうんうん、オールは全てに感謝、感謝、あ、いいじゃん、やんわりした、オールウェイズオールアプリシエイトから可愛くないけど、うん、マジまんまるにして、ピンクにして、あ、ほんとだ、ピンクなんだら可愛い。じゃあ、オールアプリシエイトできますか。はい、はい、はい、じゃあ、これ切って、今度また仕掛けましょうということで、はい、なんかちょっとこうドロンジョ様的な悪役集団、ポケモンでいうロケット団的な悪い集団なんだけど、コミカルで面白いみたいな、なんかそこに愛着を湧くような、はい、あの印象になるといいなと思っていて、はい、なんか恋の先生みたいな感じで出てくる。で、座右の銘は結果オーライみたいな、ちょっとこう抜けてるところがある可愛い先生みたいな立ち位置です。で、その子分たちはミスターピーナッツ、まあ、恋にウブでこうやり方がわからないみたいな、仕掛け方がわからないっていう子たちにあの教えていく、これのあれこれを教えていくっていうようなスタンスで、ピーナッツ型のミラーボールの被り物、かわいい、ミラーボールなんだこれ。ミラーボール、かわいい。ステージのパフォーマンスシーンっていうところで両軸で走らせていけたらなと思っていて、ドロンジョ様的なものをこう連想させる、こうちょっとハードめなロックっぽい感じというか、パンクっぽい感じがありつつ、こう女性的なエレガントさもあるような合わせ持った感じがいいなと思っていて、はい、そんな感じでございます。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。こういうのって踊りって結構難しくて、うん、体にこうくっついてるもんで、入ったすぎて、そうそう、結構制限さ、ね、映えるのが難しいっていうか、めちゃくちゃ大きい振りとかじゃないとなんか難しかったりとかする気がしてて、ちびっ子たちが踊れる子を探さなきゃいけない。そうそうそう、ね、でもなんか踊れなくてもいいんだけどね、きっと ね、まあ、まあね、踊れてでもなんかちょっと合ってないなぐらいの感じでいいってことでしょ、きっと。ピーナッツがなんか決めポーズあるの可愛いかな。ピーナッツなんかわかんないけど。もういいかな。できた。それいいな。いいやん。いいやん。これミラーボール。これのせいで。これのせいで。監督のせいだけど。監督のせいで。やりたくなる。やりたくなる。そうすると私もどっかで被りたくなってくるね。いいかも。ちょっと特注がピンクバージョンみたいな。豪華バージョン。豪華デカバージョン。楽しそう。楽しそう。映えそう。どこを撮っても。うん、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃなくて、私の声のハイな感じでもうちょっとケロケロしてて子供たちみたいな雰囲気で出したい。うん。